2017年モデルパシフィカは、クライスラーが2004年から2008年まではクロスオーバー車として、2017年からはミニバンとして製造、販売している自動車である。初代パシフィカは中型クロスオーバー車として販売された。1998年にダイムラークライスラーが発足した時に初めて共同設計された車であった。クライスラーは30ヶ月。 10億ドル未満のコストで開発を行った。2002年のニューヨーク国際オートショーで初公開された。クライスラーはパシフィカをスポーツツアラーとして販売し、ウィンザー工場で2003年1月から2007年11月までロングホイールベースのミニバンと共に生産した。パシフィカの名はクライスラーレーザーが廃止された後の1987年から1988年まで。 ダッチデートナのトリムパッケージ名として使われている。モデルイヤーごとの変遷2004年2005から2006年2007年2008年、先代は中型クロスオーバーの SUV であったが、2代目はクライスラータウンカントリー、ボイジャー、ダッチグランドキャラバンを統合した実質上の後継ミニバンとして開発が始まり、2016年に北米国際自動車省で 初登場を果たした。そして、米国市場で初めてとなるミニバンに FEB が設定された。FEB モデルは 16kWh のリチウムイオンバッテリーが搭載され、33ミの走行ができる 16kWh のリチウムイオンバッテリーを搭載している。ガソリンエンジン仕様は2016年半ばに発売され、プラグインハイブリッド仕様は2017年初頭に、 発売が開始された。チーフエンジニアのケビン・メッツによれば、プラグインハイブリッドバージョンの生産は、米国で最初のクラスとなり、家族のプライマリービークルになりうる電気自動車を作成することを目的とし、新型車はタウンカントリーの名ではなく、パシフィカと名付けられた。タウンカントリーの名を廃止する決定は、主に新しい車を以前のモデルと区別するために行われ、 クライスラブランド製品マーケティングのブルース・ベリサックディレクターはパシフィカはセグメントのミニバンについて人々が知っていることのパラダイム全体を変えることを意図していると説明する以前のタウンカントリーとの違いには新しいプラットフォームとミニバンの販売を共食いしていた市場セグメントであるクロスオーバーからインスピレーションを受けたスポーティな 外観を備えたデザインがあり、またミニバンのスライドドアも変更された。スライドドアはアルミ製で、ハンズフリーで、ホブホルダーがその下を振ると、自動的に開く仕組みを採用。2013年6月、ウィンザー工場で、タウンカントリーミニバンの新世代を生産する準備を進めていたことが報告され、生産は2015年に始まり、 2017年モデルのリリースが予定された。業界アナリストは新型車はおそらくパシフィカの流れを組むクロスオーバーユーティリティビークルになるだろうと報じた。2015年に不可の CEO であるセルジオ・マルキオンネは新しいミニバン開発に20億ドルの投資をすると発表。ミニバン開発と生産を促進するためのウィンザー工場の オーバーホールに20億ドルを投資すると発表した。2015年11月3日、不可はパシフィカの商標登録を更新する、要申請。不可の乗用車、ブランドヘッドティモシー・クーニス・キースは、これが全ての新製品に関連しており、名前を失いたくないので、商標を更新し続けることは、標準的な業界観光であると否定。新しい名前の確立には、 費用がかかると発言した。会社のロードマップでは、新しいタウンカントリーは2017年モデルを2016年2月から生産を開始し、旧型のダチグランドキャラバンは、廉価モデルとして、新しいタウンカントリーと並行して継続され、2017年モデルの後、廃止されるとされた。マルキオンネ CEO は、製品開発における重複投資に反対しているが、 これは、不可 US の国内ブランド間のバッジエンジニアリングを削減する戦略に反映されている。2017年がパシフィカの開始価格は 28,595US ドルで、これは2016年のタウンカントリーの開始価格よりも 1,400US ドル安価であり、プレミアムと呼ばれる基本モデルのプラグインハイブリッドは 41,995US ドルから、ハイエンドの プラチナムモデルは 44,995US ドルからとした。パシフィカハイブリッドは 16kWh のバッテリーパックを備えているため、7,500US ドル連邦税額控除のほか、州及び地方レベルでのその他のインセンティブの対象となる。その後2017年6月、電子機器の修理のため2,600台のパシフィカをリコール。 2017年11月7日にウェイモはパシフィカプラグインハイブリッドを使用して運転席にドライバーのいないドライバーレス車のテストを開始したと発表した。2020年モデルからローエンドの L および LX モデルはパシフィカの社名から分離されロイジャーの名で販売されている。これは2016年を最後にクライスラーのラインナップから消えた。 ボイジャーの名が復活したことを示し、L および LX トリームに加えて、ローキシーモデルがフリートユーザー向けに利用可能になるという。2016年4月、クライスラーはパシフィカのテレビ広告キャンペーン、ダットブランドを開始。これはコメディアンのジムガフィガンと彼の子供たちを特集し2016年10月、クライスラーはパスセフィキズと呼ばれる。 ソーシャルメディア志向のキャンペーンを開始。また映画、ペットとインクレディブルファミリーの相互プロモーションキャンペーンにも使用されている。ありがとうございます。